こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、鹿児島県枕崎市、枕崎駅に来てます。日本最南端終着駅とのことで、ここに枕崎駅、日本最南端の始発終着駅。ではね、駅の周辺をね歩いていきたいんですけども、枕崎観光ストーリーガイドをちょっと見てみましょうか。ですね、皆さんこう枕崎に来たことがある方はわかると思うんですけども、街に入るとね、鰹節の匂いがねするんですよね。鰹節で有名とのことで、なんかその辺が結構珍しいかなと。あとですね、僕の記憶の中では滋賀県のどの町かちょっと忘れたんですけども、船寿司ね、あれはね結構町から離れてても季節なのか風向きなのかでよって船寿司の匂いがね結構するんですけども、枕崎は鰹節の匂いがします。駅前こんな感じですね。そして驚いたのもですね、今ね14度、東京とかはね8度ぐらいみたいなんですけど、今日枕崎は14度ですかね。ちょっと待ってくださいね。そうですね、枕崎市14度、最低気温9度、あったかいですね。全然こんな暖かさだとは予想せずに来たんで、厚着してるとめちゃくちゃ汗かきます。ではね、街の中を歩いていこうと思うんですけども、歩きながらねちょっとこっち行くあっち行くを決めたいと思います。バスのなんか発着所になるんですかね。駅前こんな感じですね。そして太陽っていうスーパーマーケットが駅のすぐ近くにあって、鹿児島も結構方言が強いんじゃないかなと思うんですけども、どうなんですかね。昔山形に行って、山形の紅花をね、紅花摘みをしているやつを見に行ったことがあるんですけど、山形の人に話しかけられても、おじいさんほぼ分かりませんでした。駅の通りにはこうやって彫刻作品があるんですね。これも商店街っぽい感じなんですけども、枕崎市駅通り会、枕崎市駅
駅通り会、そういう商店街みたいですね。こんな感じで、これが観光案内所ですね、駅前の。市役所通りですね。なんか日差しがもう春っぽい感じがするのは気のせいですかね。作品のうちの一つなんですね。作品が置いてるんで、でこれが市役所かな、市役所ですかね。黒崎市役所ってありますね。なんかトリックアートが猫が描かれたトリックアートがあったり、風は若干冷たいですね。でも全然もう東京とかに比べるとすごく暖かいです。でもこの辺でちょっと折り返して役所のあの角の道を右に曲がって、ちょっとね遠回りする感じで街を歩いて、で駅に戻るみたいなコースを取りたいと思います。黒崎市役所、裏が黒崎小学校なんですね。
感じで、小学校が左手にある感じですね。日付ですよね。2022年の2月14日月曜日午後2時半。こんにちは。小学生が挨拶してくれました。なんか町に寄ってこうやって挨拶してくれる町ありますよね。ここも商店街みたいで、ここは枕崎市学校通り会。鰹節をね、お土産に持って帰ろうかって思うんですけど、鰹節削る気がね、ないんですよね。柔らかい鰹節とかを買った方がいいんですかね。ではこの辺でちょっと曲がってみましょうかね。青柳さんですかね。ケーキカルカン。ここは何のお店なんですかね。で、ここはジーパン紳士服の赤崎裾上げ。右に行ってみましょうか。ここね、特にね商店街の看板は出てないんですけども、鰻屋、鹿児島市内納品のため休業いたします。何屋さんですかね。そしてここに来るまでの道沿いに、あの焼酎の醸造所っていうんですかね、何軒か見かけましたけど、この辺まで来ると焼酎なんですかね。看板に薩摩白波がこう出てましたけど、このカラオケカフェも薩摩白波書いてますね。
なかなか外壁が独特の雰囲気になるんですかね。ここですね、カラオケカフェラフ薩摩白波、こっちも薩摩白波ですね。商店街っぽいんですけど、特に表示はないんでわかんないですけど、結構こういう古くからある商店のこう建物があって、道幅も広くて歩道も綺麗なんで、なんか商店街だった感じなんですかね。中央通り会ありましたね。中央通り会っていう商店街なんですね。あ、ここもこんな感じで、作品が展示されてるんですね。全国から作品が集まったみたいな感じですね。東京の方とか鹿児島の方、静岡、大阪、北は宮城県、これは埼玉とかですね。これが中央交差点、この辺はお店だったっぽいんですけど、この黄色いね、ところはお店やってる感じがするんですけど、この角のとことかは、ね、やってないですね。ここも売り物件。そして正面のビルの1階は大衆で、薩摩白波 でカフェがオールドマン、ザ・オールドマンというカフェがあったりで、ではね、沖の方に戻っていきましょうかね。この枕崎市駅通りかっていう条件から通って、作品がありましたね。今ちょうど小学生が下校する時間ですかね。
小学校1年、2年、3年、それぐらいですかね。必ずしも小学生みんなが挨拶をしてくれるわけじゃなくて、さっきの子がたまたま挨拶してくれたのかもしれないですね。ここを渡ろうと思います。レイちゃん、じゃあね。何冊線何冊線歴史年表が何冊線でいいんですよね。こんな感じで、ここの信号を渡りたいので途中ですけども、テナント募集とかがあったり結構目立ちますね。銭湯なんですかね、町の湯、一つ風呂、そしてここは青果食料、食料品店ですかね。ここはダイニングバーがあったり、列車が止まってますね。ここは2両編成なんですね。ではね、ちょうどいいタイミングでもありますんで、この電車を映しながらね、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しいです。ではありがとうございました。